場合にはですね、今度はあの景気目線、本社部門目線でいうと、この内訳をたどりたいですよねといったときに、この数字をです、ね、クリックしますと、よいしょえー、その内訳にです、ね、逆にドリルダウンできまして、営業カンパニーで発生してますとか、ですね営業本部で発生してますとか、第一営業統括で発生してますとか。 で最終的にどこに行き着くかというと、ここですね、新組織デモというところですね。で、こ,れなんだこの辺りなんだというと、ですねなんとかに使うとか、まあ、ちょっと恥ずかしいコメントというか、まあ、実際こんなコメントあったらあの怒られちゃうんですけど、ちょっとデモなので、ご容赦いただければと思いますけど、えーまあ、この5555というのは何に使うのかとかですねいうのが分かると。